今回は兵庫県の稲賀町にやってまいりました、はい。ここから少し離れました山の奥にですね、実は多田銀銅山があるのをご存知でしょうか。いや、初めて聞きました。実はですね、日本には鉱山の遺跡が1000か所以上あるんですが、その中でですね、国の史跡に指定されているその一つが多田銀銅山なんです。現在国の史跡に指定されている鉱山遺跡は全国で10か所、そのうち唯一近畿地方で指定されているのが多田銀銅山です。その歴史は古く、奈良時代に東大寺の大仏造営のための銅を献上したという伝承も。また豊臣秀吉ゆかりの鉱山としても知られ、江戸時代に最盛期を迎えました。今も多くの坑道が残る多田銀銅山では、日本の鉱山開発の歴史に間近で触れることができるんです。そして今回特別に調査が続く鉱山遺跡の内部に潜入。ちょっと私ここでリタイアしとくわ。若井さんリタイアします、ね、ちょっとこの狭さは。今日の若市調査隊は国の史跡多田銀銅山の魅力を徹底調査します。野瀬電鉄日生中央駅から車でおよそ15分、調査隊は豊かな自然が残る多田銀銅山の中心エリアへ。さあ、だいぶ山の中に入ってきました、はい。この辺はですね、今も銀山という地名が残ってる銀山地区なんですけどね。この多田銀銅山というのは結構広いスペースに面積が広がってましてね、ここは川辺郡の稲賀町ですけども、豊能町です、それから野瀬町、川西市、宝塚市、池田市、箕面市、これだけの自治体にまたがった大きな鉱山なんです。それは大きいですね。一番中心的な場所として活性化してたのがこの銀山地区なんですね。ここがね、はい、ちょっとモニュメンタルな広場になってますが、本当だ、あそこにレンガ造りのね構造物が見えますね、はい。はい、あれはね、明治時代の製錬所の跡なんですね。島根県の実業家で堀藤十郎とね、当時鉱山王で有名な人物がいまして、近代化するための製錬所、この辺りに作ったんですね。いろんな形で変化を乗り越えながら、昭和48年まで実はここで採掘作業を行ってたんですね。1000年近く続いてきた鉱山なんです、うん。これだけで気の長い、鉱山とも遠くないですよね、うん。そうですね。そうした歴史を伝えるのが資料館悠久の館。鉱山に関する貴重な資料が展示されていて、無料で見学することができます。こちらには実際に触れる展示も。重さが比べられるみたいな。これ持てばすぐ分かります、はい、普通の石。それも重いのは重いですけどね。重いのは重いですけど、全然持ち上げられます、次は黄銅鉱の入った岩石、はい、重たい拝みたいに重たい次は同じ銅でも半銅鉱ですね、はい。これはちょっとびっくりするでしょ。これプルプルした、これは大げさじゃなくこうなりますね腰にくるよね。倍ぐらいあります、うん、普通の石の。これだけですね、含まれる、はい、鉱物の種類によってですね、うん、重さが違ってくるということですね。ここからは多田銀銅山の調査を担当している青木さんにお話を伺います。一説ではですね、奈良の大仏様に使った銅をここから持って行ったという説もあったりしますけど、それは確認されてるんでしょうか。この大仏さんの伝承が あるところは川西の一倉南ございます、はいはい、ね、あの辺り江戸時代の資料に書いているんですけれども、はい、この銀山地区に限定して言えば、大体これはもう平安の終わりぐらい、そうですね、出発点ですよね。おそらくそうです。銀山地区で本格的な鉱山開発が始まったのは豊臣秀吉の時代です。江戸時代に最盛期を迎えると、徳川幕府の直轄領に。およそ20年間代官所や番所が設けられ、通行税を徴収するなど厳重な管理体制が敷かれました。資料館のそばには江戸時代に設置された代官所跡も見つかっていて、復元模型も展示されています。銀山3000軒と呼ばれたのもその頃。
鉱山に関わる人々の住居のほか、芝居小屋や相撲場などがにぎわいを見せたといいます。明治以降も事業者を変えながら鉱山開発が行われてきましたが、1973年鉱山としての役目を終えました。しかし戦後、多田銀銅山が再び注目を浴びる事態に。黒木さん、実はですね、はい、こちらの多田銀銅山に、私のコーナーで訪れたことがありました、はい。その時のテーマはなんとですね、豊臣秀吉の埋蔵金ということで。日本三大埋蔵金の一つとも言われる秀吉の伝説。この地で鉱山開発を進めた秀吉が晩年、豊臣家の将来を案じ、家臣に命じて4億5000万両もの黄金を坑道の奥に隠したというものです。注目を浴びるきっかけの一つが1949年に発行された大阪の日刊誌。この報道を機に多くの人が何年もかけ埋蔵金探しに熱中しました。若市さんも12年前に調査に訪れましたが、埋蔵金の存在は未解決のままでした。ところがその埋蔵金の根拠とされた文書をめぐり新たな展開が。これたまたま稲川町の方で、はい、まあ、とある方からご寄贈いただいて、で見させていただいたんですが、この辺りちょっとご注目していただきたいんですけど、慶長3年6月までの鋳造金って書いてるんですが、はいはいはい、この鋳造っていうのは江戸時代鉱山では使われない用語なんです。昭和に入ってから使われる言葉ですので、はい、この文書自身が、はい、まずちょっとそこの時点で新しいものなのかなと、なるほど、いうふうに判断されるのと、はい、金が書いてるんですけど、はい、お金という金ではなくて、はい、ゴールドの金という内容で書かれているんです。で、ただ銀銅山金は取れないんです、はい、銀銅山となるんです、はい、もう鉱山のことが全くわからない方が作られた、はい、まあ、我々辞書と言ってるんですけれども、はいはい、偽の書類ということですね、はい、ということは、はい、埋蔵金の伝説は、はい、ないと思います。ちょっと、まあ、ロマンは感じますけどね、はい、ということで、埋蔵金はきっぱり忘れました。はい、忘れましょう。実際の鉱山の現場に今から行ってみたいと思います。そうですね、はい、行きましょう、はい、採掘跡に行く前に地元に残る歴史ある神社をお参り。こちらは鉱山の神様をお祭りする金山彦神社で、長年鉱山に関わる人々の信仰を集めてきました。ご本殿は銀山地区唯一の江戸時代から残る建造物です。それではここから採掘跡の調査開始。多田銀銅山では掘り方の違いから鉱山の歴史をたどることができるんです。まずは江戸時代以前の掘り方。調査隊は山の中腹へ。こちらが豊臣秀吉の鉱山の開発の頃の堀跡と考えているところです。なるほど。ひょうたん碑大露頭といいまして、秀吉の馬印であるひょうたんの名がついたこちらの場所、江戸時代以前に主流となった露頭堀と呼ばれる掘り方で、地表に出ている鉱脈に沿って地面を掘っていく掘り方なんです。あ、ここはよくわかりますね。ここ全部人の手で掘ったんですか？と、はい、そうです、そうです。これはこういう岩山がもともとあって、はい、それで掘っていったっていうものになるんですか？あ、岩山があって、そうですね、脈のある部分だけ、鉱物がある部分だけ掘り抜いたことになりますね。ね、なんか私銅山とかのイメージってこう地下に入っていってる、その岩山の中に入っていって掘っていくイメージがあったんで、それはこの後の時代ですね。そうなんですね、はいはい、鉱山開発の原点ともなった露頭堀、その後地表から地中に向けての掘り方に発展していくのです。調査隊はその痕跡が残る場所へ。あ、ここです。露頭堀の跡ですね、はい、これは非常にはっきりと分かりますね。お、あ、ここ掘ってあるんだ。そうです、はい、あ、よく分かりますね。ここに鉱脈がこうずっとこう走ってたわけですね。穴、なんかその丸太を引っ掛ける穴も残っているので、上の方から足場を作りながら
溝状に掘り抜いていった。なるほどなるほど、下に向かって掘っていった可能性があるということですね。可能性ありますね、はいはいはい、地表に鉱物がなくなってくるので地下にないかなっていうので掘り進んでいて、であったら取りやすいように通路上の坑道を作るんです。坑道への変換の掘り方と言うんじゃないですか。戦国時代ってあの鉱山の活動が盛んになるんですけど、当時は金より銀の方が非常に重要な、日本は特にね、海外と物々交換するときに日本から銀を作って交換する必要があったんですね。そうなんですね、はい、より多くの資源を求め江戸時代初期に始まったのが地中の鉱脈を掘り進む坑道掘りです。調査隊は青木マブと呼ばれる坑道へ。多田銀銅山で唯一公開されている坑道で、江戸時代の掘り跡を昭和に入り拡張したものです。あ、結構狭いですね。あ、これあ、だから昭和30年代に日本工場さんが採算に合うかっていうのを、まあ、ドリを使ってですね、開けた坑道ですので、よく観察していただくと壁にですね、当時の保管機の跡ですね、ここで、ね、穴を突っ込んでここに火薬をかけてパンと、はい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 、葉っぱですね、はい、60メートルほどある坑道内部では江戸時代の坑道掘りのさまざまな技術が見て取れます。あ、いろんなところにこう色が出てますね、はい、緑色ですね、ちょっと確かに緑っぽいですね、うん、ここを掘ったら、そしたらその、まあ、何か出てくるってことですか。そうですね、江戸時代の本当に銀や銅が取れた空間の可能性があるなと思ってます。こちらには鉱脈を追い手掘りで掘られた坑道も特別に入らせていただきました。あ、狭いですね。狭いけどすごいですね。奥にずっと伸びてますね。江戸時代の坑道っていうのもこれぐらいの本当に狭い空間、はい、もう立てない、もうかがんで移動しながら、はい、高さ1メートル幅わずか80センチほどの狭い坑道で作業していたのです。もうこんな狭いところでなんかこう宝の鉱脈を見つけないといけないって、いかに当時採掘してた人たちが大変なのかってよく分かりました。そうですね。まあ、それと真っ暗ですから。そうか、これ明かりはあのサザエの壺に油を入れて、はい、それで火を燃やすというね、植物油で、はい、それだけの明かりでやってるわけですよね。そうですね。空気の通りを良くする空気穴や坑道内に溜まった水を排出する水抜きなど新たな技術を採用し、日本有数の産出量を誇った多田銀銅山。多田銀銅山で開発された技術は日本で初めて国営化された生野銀山にも伝えられ、その発展に貢献しました。今でも銀山地区には至る所にマブと呼ばれる坑道の跡が。稲川町では20年前から本格的な調査を開始していますが、まだまだ未調査の部分が多く残っています。ということで自治会長の橋本さんに調査中の採掘現場を案内していただきます。ああ、黒くなりました。え、ここです。そうですね。あ、うわ、本当だ、穴が開いてる。はあ、知らなかったらなんか自然洞窟みたいなね。そうですね、感じがしますが、はい、ここは普段は人は入れるんですか。もうそれは危ない、危険です。はい、じゃあ今日は特別にということですね。はい、ではでは、はい、足気をつけてください。よいしょ、はい、お、結構深いですね。うわ、暗い。だから、はい、うわ、狭い。おー、あ、でもここって人が掘ったんですか。もちろんそうです。あ、江戸時代に最初は掘られた。あ、そうです。ここ江戸時代に人が掘ったんですね。うわー、すごいな。内部の3次元画像を見ると、調査隊がいるのは入ってすぐのあたり。ここからさらに深くなり、深さは14メートルにもなります。こっちにも、うわ、こっちにもつながってますね。ねえ、すごいな、あらゆる方向にこれ。あ、これは鉱脈を追いかけてこう、そうですね、追いかけていってるわけですね。思ってた以上にこういろんな方面にこう、そうです、分岐してますね。そうですよね。はい、つくばらないといけないですね。そう、ちょっと私ここでリタイアショックは。え、奥さん、リタイアショック。
ちょっとこの狭さは私たちはたどり着けませんでしたが、この先には明治時代のものとみられる雁木と呼ばれる木のはしごも、地下深くの鉱脈をたどるため使用されていたと考えられています。これこのね、我々こう入ってくるだけでもしんどいけども、はい、ここで掘ったものまた持って出るわけですからね。そうですそれが大変な作業ですね。しかも鉱物を含んでる石は重いですから、これだけ厳しい環境というのはちょっと想像してますね。そうですね、我々結構近代的な行動ばっかり見てきてますんでね、この江戸時代の行動ってのはなかなかわからなかったですね。1000年以上の歴史を今に伝える多田銀銅山、豊かな自然の中に鉱山を支えた人々の努力の跡が刻まれていました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。